おお。クラロワやってる人、キャプテンユウヤっていうクラに入って嫌です。こんにちは、はじめ社長です。皆さん、ゲーセンとかよく行きますか？ゲーセンでよくある、あれ、わかります？丸いドーム型になってて、なんかお菓子とかキーホルダーとか、なんかよくわかんないですけど、なんかお菓子とかフィギュアとか、なんかチロルチョコ、こうやってね、こうなってるのがあって、ずっとこうやって動いてて、1、2、って落として、こんなんか、今ので伝わったらいいんですけども、なんかその100円でこういうなんか取れる UFO キャッチャーのなんかドーム版みたいなやつあるじゃないですか。あん中で多分皆さん見たことあると思うんですけども、ちょっと持ってきます。え、待って、やばい。そんなファイルのやべっけ方ありますか？やべ、やべ。これ多分ゲーセンで見たことある人多いと思うんですけど、なんかこういうやつね、なんかゲーセンでよくないですか？ UFO キャッチャーとかの外れのとこによくあると思うんですけど、こういうなんかいわゆる宝石っぽいやつですね。こうやってなんか100円でこうやってね、すぐった分全部あげますよみたいな感じだと思うんですけど、それを今回ちょっとできるだけ買ってみました。買いすぎちゃった。はい、というわけで多分4万円分ぐらい宝石すくい、UFO キャッチャーの外れの方の宝石買ってみました。いや、本当に純粋に綺麗だなと思って買ってみたんですよ。だって綺麗じゃん。いや、めっちゃ綺麗だよ。いや、マジで綺麗ですね。はい、というわけで、男のお前が何宝石集めてんだよ、キモって言われるかもしれないんですけども、いいんです。というわけで、ちょっと俺買ったにもちゃんと理由がありまして、お部屋を綺麗に彩りたいんですよ。物が少ないことだけが僕は最近美しいじゃないなみたいなことを思いまして、なんかやっぱ物がないとやっぱ綺麗なんですけども、おしゃれとはまた違うんですよね。物があってからこそのおしゃれというものに僕は気づき始めたので、もう僕はこのうまい棒をたくさん見ても、一種のおしゃれだと思っております。そこで今回この4万円分の宝石を使って何をしようかと言いますと、お家で最も汚そうな場所どこだと思いますか？そう、トイレット。トイレをこの4万円分の宝石で照らすと、死んだと思った。多分なんですけど、世界で一番綺麗で美しくて可愛いビューティフルキュートトイレになると僕は思うんですよ。だってトイレ入るために宝石に囲まれるんですよ。もうそんな幸せな気持ちで、何やれ、出したり、出すことしかないんですけど、なんかすごいハッピーな気持ちで、おしゃれなトイレになれるんじゃないかなと思いまして、大量の宝石箱を置いていこうと思います。調べたところ、1個約2キロぐらいなんで、40キロ分の宝石をトイレでこう、散りばめて、うちのトイレを使用する方のお声を聞いてみたいと思います。では行こう。というわけでトイレです。はい。なんもねー。てかトイレットペーパー買いすぎなんだよな。まだここにもあるし。いや、びっくりするぐらい何にもないんですよね。誰だよ、これ置いたの。ただ問題はこの数でトイレがどれくらいいっぱいになるかなんですよね。あ、何、誰、何が起きた今。なんでここにラックスが置いてたんだよ。誰かトイレの水で洗髪したのかな。いた、待って、やばい、問題だ、問題が発生したぞ。あ、問題が発生したぞ。痛い。基本床だけなんですけども、というわけで宝石 40kg に埋まってしまったトイレ。いや、こんだけ綺麗だとさすがにみんなテンション上がるんではないでしょうか。でもね、僕も今座ってて気づいたんだけど、痛いんですよ。ダイヤモンドのチクチクの部分が超足に刺さってて結構笑えない痛みなんで、みんな多分ね、綺麗とは思いつつも最初に出る言葉は多分痛いって言うと思います。美しいものにはトゲがある。待って、本当に笑えない痛みなんで、ちょっとみんな来るのを待ちましょう。ではいた。